東京府江原軍のハニエバ原軍は、東京府にあった軍。消滅時の軍行きは、大胸品川区、目黒区、大田区及び、世田谷区の一部、川崎市川崎区、幸区、中原区、高津区のごく一部にあたる。近世までは、千代田区、港区の一部を含んだ。読みについては、かつては、江原と呼ばれていたが、室町時代頃から、 エバラと呼ばれるようになったようであり、エバラの他に、高原、縁、原、長原と表記した例がある。群賀の所在地については、定説がなく、池上本門寺の大地の裾を通る、古東海道以前の最も古い東海道と、考えられている、大井駅専属池尾高駅吉珠群群賀の、道筋にある、大井町線、エバラ町駅近くの旗が、岡山田、宝蓮寺付近が、 候補地の一つと考えられている。しかし、発掘調査によるそれを裏付ける資料は出土していない。武蔵国府の外交だったと推定されている。品川港は、江原軍がの外交だったという説もある。古くは、武蔵国豊島軍と江原軍の境は、日向川と言われ、直接、東京湾まで至っていた。現代区名で、目黒、 大田、品川のほぼ全体と世田谷、港、千代田の大部分を合わせた範囲に及んだ。しかし、江戸幕府が置かれたため、江戸五府内は、武蔵国として認識されず、地域外が、江原郡と認識され、武蔵国22郡の中の一つとなった。この時代の豊島郡と江原郡の境は、古川と言われている。和名類受賞に八教及び、駅下郷が記されている。 否定は、日本歴7名体系による。一品川町に大井村3、大崎村四目黒村五石踏ふすま村六平塚村七大森村八入屋来村九調布村十池上村十一まご村十二羽田村十三鎌田村十四六号村十五矢口村十六駒沢村十七世田谷村十八玉川村十九松沢村突起なき場合。 東京府茨原軍師による、ありがとうございます。